三田ヶ原火山の活動で形成された立山三田ヶ原。第一上に高層湿原が形成されている。火砕流大地の断面に研究に基づく相像を示したもの。アメリカバイアスカルデラの125万年前の噴火によるバンドリア業界版。アソカルデラ。周辺に火砕流による平坦地が形成されている。四骨カルデラ。道場。 火砕流大地は火砕流が流れた後に残される火砕流堆積物で構成される大地。大規模な火山活動による火砕流は大量の堆積物を残す。この堆積物は噴出源を中心に非常に緩い角度で傾斜し厚さは数十メートルにもなり噴出源の近辺では100メートルを超えることもある。そのため小規模な火砕流では形成されることはなく、 体積が数十キロ立方メートルを超えなければ形成されない。洪水原部岩に対して、洪水流門岩と呼ばれることもある。また、台風や地震などで簡単に崩壊することが知られており、岩手、宮城内陸地震では、鬼神戸カルデラと向かい町カルデラの周辺に分布する火砕流大地が大規模に崩壊し、死者を出す被害が出ている。アンデス山脈中部、イエローストーン。 トバコ周辺、アファール盆地、タウポカ山体などに分布する。日本においては、シラス大地をはじめとして、アソカルデラやジョムタカルデラの周辺にも見られる。ありがとうございます。